有馬警察署の人たちには、まあ、以前から、まあ、通報内容を、公開するっていうことで、話し通しますんで、まあ、今日通報した内容を記録しておきます。いつも兄の第一三半一の淡井圭介ですが、今度共益費盗まれてますね、家の中から。昨日の夕方か今日の昼間ですね、6月30日の時点で2000円なんですけども、共益費、まあ、そう、袋の中に入れといて、で、このまま置いといて、盗まれたあれだなと思って、まあ、一時的にカバンの中入れたんですよ、1日の日。だけども、家帰って袋から出して、この後持っていこうって思ったまま持っていくのを忘れていて、で、置いてたら、まあ、もう今日の、先ほど気がついた時には、あ、もう今日駅の袋はないわと。で、今日も、まあ、昼間ぐらいに家のポストの鍵を開けたときに、住宅の中央の、各家の集合ポストのところですね、そこの鍵も開いてましたね。ちょっと、そういう状況です。ご対応のほどよろしくお願いいたします。ということです。